治癒チャンネル、今日も治安がいい笠井智美です。さあ今日はあのね、いろいろ悩みに悩んだあのコートが、そうですよ、めちゃくちゃ早く完成したということで、めちゃくちゃ早急に作っていただいたんですよね。いや、なかなかないらしいですよ、こんなに早く上がること。本当にびっくりで、多分でも前回の時に結構打ち合わせ長くやってて、はい、後半に新次さんとね、あと山本さんと、はい、たまたまお会いしてあ、マジですか。はい、でもうそれで意気投合、はい、なんかいろんな話して、まあ、はい、なっちゃんも一緒にいたんで、なっちゃんは結構バイク女子だったりとかするんで、はい、まあ、そこそこで意気投合したりとかしてて、まあ、YouTube にちょっと出させていただいたりとか、なんかちょっとチラ写りみたいな感じでしていただいたりとかして、すごくありがたかったです。なんかコメントでも、なんか山本さんのチャンネルから来ましたとか、うん、くださったので本当にありがとうございました、その説はということで、はい、その2人はね、相当時間がかかってコートが出来上がったらしいんですが、なんと私はめちゃくちゃ早く出来上がりましたえ、もう3週間ぐらいですよね。本当に3週間ぐらいじゃないですか、はい、これ出来ちゃったんですけど、2時間ぐらい打ち合わせしてました。そうそうそう、あの後も1回ねちょっと打ち合わせして、はい、そうですよね、こんな感じにしたいと改めてブラッシュアップしてって感じなんで、はい、今日は多分そのコートに合うだろうっていう感じの服で来ました。あ、なるほどブーツ、デニムに白、服に羽織ったら可愛いんじゃないかなって、まあ、イメージ通りになってれば合うはずっていう感じです。まだ見てないですもんね。見てないです。じゃあ早速行きましょう。楽しみ、行きましょう。その説はありがとうございました。早急に作っていただいちゃって。そうですね、もう早速作りました。はい、今回は特別に。なんでもう飾られてる。めっちゃいいじゃないですか。やばいやばい。超いい感じですね。そうですね。あ、しかもやっぱ柔らかい、軽そう。かわいいかわいい。ムートの中で一番いい素材使ってるんで。うわ、ベルトもめっちゃいい感じですね。ベルトはちょっと特別ですね。あんまりこういうこの取り方するところは多分ないんで。すごい、ベルトもちゃんと同じあれで作ってもらった。あ、ここの、なんていうんですか、このループ？あの、ベルトループ。ベルトループも同じ素材で作ってくれてる。ちゃんと、リバーシブシールで裏返って。わ、そう、これ、なんかこう、2回目ちょっとね、打ち合わせしてカメラ回してなかったんですけど、その時に、いろいろ打ち合わせしたら、これね、リバーシブルに行けるんですよね。行けますね。そう、魔法使いがリバーシブルにしてくれました。でも、ちゃんとポッケ付きなの。やっぱポッケはどうしても欲しいって言って。え、これちょっと着たいです。どうぞ。え、めっちゃ良さそうじゃない？え、色も超可愛くないですか。いや、めっちゃいいと思いますよ。やばいじゃん。え、いいですか。はい、どうぞどうぞ。ちゃんとね、サイズも測っていただいて、こうちょっとこうやって絞っても高級感ありますね。え、めっちゃ可愛くない。やっぱこの服に合ってる、はい、ほら、この服に合わせてきたんです。大人女子ですね。素材がこれちょっとスウェード素材って滑らないんで、うんうんうん、まあ、あんまりこうキュッて縛んなくても、あ、こういうね、こう軽くそれでも止まるんで。あ、本当だ。これがちゃんと止まってくれる、なんかスルスルっていっちゃわない感じの、ね、ちょっと結ぶにしてはちょっと心もとないかなって感じなんですけど、ちょっとあんまりそんな感じで前ちょっと取ったり外したりとかしてると、やっぱりこうちょっと長いとね、めんどくさいんで、ある程度めっちゃ可愛い。長さを絞ったんで、これ多分全然こういう感じで着ても、あ、そうですね、こういう感じ、かわいい。おしゃれ。しかもあったかい、やっぱり。まあムートンなんでね、やっぱり薄いと言っても結構あったかい。そう、なんか薄めだから防寒にはどうかなみたいな感じで言ってたんですけど、全然ですね。そうですね。なんならまだ今は暑いぐらいかもしれない。12月ぐらいになったらちょうどよくなるかな。もう今年さ、あったかいですもんね、ちょっとね。暖かいですね、まだ。12月ぐらいになったらちょうどよそう。え、でもやっぱこの格好に合ってません？めっちゃ合ってますよ。完璧だった。はい。かわいい、かわいい。ちょっとね、長めのガウンっぽい感じにしてもらって。え、可愛くない？え、すごい、大成功です。裏も可愛いですよ。めっちゃ可愛い。え、これちょっとこのリバーシブルやっていいですか。あ、なるほど。それはね、ちょっとあんま想像できてなかったんだよね。うわ、え、すごくない？これでリバーシブルいけるの、やばくない？超テンション上がるんだ。これ一旦じゃん、これ取って、めっちゃ可愛いんだけど。ポケット引き返さない。で、ポケットを中に入れるんだ。中に入れてください。嘘でしょ。待って、めっちゃ可愛い。あ、こう合ってる。あ、なんかこっちの方が軽さをさらに感じるかも。中がモコモコしてないから。で、ちょっとこのベルトループをそのまま毛と同じ風にしちゃうと埋もれて分かんなくなるので、はいはい、あえてちょっとスエード面を表に。あ、こっちにも作ってくれてるんだ。え、それはすごいですね。すごい、超手込んでません？
どういうことですか。ちょっと、いいんですか、こんなやっていただいちゃって。わ、すごいじゃん、めっちゃいいじゃん。これこうでも別に可愛いんだね。そうですね、こうでもいけるし、開いてもいいし、ね、一気にセレブレティがもう、ちょっとこっちの方が確かにセレブっぽい。でも軽いから全然なんかすごい高級毛皮を背負ってますって感じは自分はしない。しかも多分モコモコがある分、はい、ない分ちょっと中に着込めそうですよね。着けますね。あとムートンって結構あの肉厚なんで首元に襟がついてるとどうしてもマフラー巻きづらかったりするんですけど、はいはい、あ、これめっちゃスッキリしてる。これはもうスッキリしてるんでそのまんまマフラー巻いてもらって大丈夫ですよ。そう、ここが、ね、こだわりのこういう風になるやつが好きっていうのでこうできるようにしてほしいって言って、その首元がやっぱスッキリしてた方が、あった方があったかいんですけど ね、 そうですね、やっぱりこうちょっとスッキリさせたいっていうこだわりのもと。まあ時間が経つと防寒性高くなるんで、あの胸元が空いてるぐらいがちょうどいいんですよ、ね、あ、そうなんだ。あ、着てればずっとあったかくなってるって感じですか。そのニューヨークにいるとかだったらあの全然襟つけてもうバッチリ防寒でみたいな感じですけど、はあはあ、え、めっちゃいいんだけど、やばい、ちょっと最強に最強にお気に入りのコートになっちゃった。え、ちょっと想像の何倍にもいい感じ。あやさんお決まりなんですけど、はい、ちなみにこれ、はい、お店で買ったらどのぐらいな値段するもん。そうですね、まあ大体、まあ、いくらかいくら、大体お店だと百貨店とかだと40万とかぐらいかなっていう、まあ大体相場的には流通してるムートンとそこまで極端に高くはないんですけど、まあ最近あのムートンの値段がものすごい開きがなくなってきてるんですよ。へえ、安いやつと高いやつの開きがこれぐらいあの値段あって、これなんかだと安いムートンに比べると倍ぐらいの値段するから、はいはいはい、本当だったらあの通常ムートン20万だったらこれが40万とか、うんうんうん、これが通常のムートン30だったらこれが60万とか、そういうレベルだったんですけど、最近ちょっとこうなってきてる、だんだん近づいてるんですよ。へえ、下が高くなって上が安くなってるっていう。なんでだろう、そういうもの。あ、需要と供給の問題です。なるほど。まあそういった面だと、まああのまだまだそういう手に入るお手頃価格のムートンかなと。お手頃なんですか。40万円昔に比べるとお手頃です。ああ、これ実績でやっぱり60万とかそういう世界で売ってる年代もあったんで、だこういうのにブランドのロゴがついたらもっと高くなっちゃうってことですよね。高くなりますね。いくらぐらいになりますか。まあ、このムートンだとブランドで100万とかつけてるところも結構あったりとか、日本でもやっぱり最低30万っていうとか始まるんで。ちっかちょっと怖くなってきたでもめっちゃ可愛い。でもいいですね、ちょうどお誕生日ということで。そうなんですよ、お誕生日コート、まさかそこに間に合うとは思ってなかったけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スーパー早急に作っていただいて。でもこれさ、あれですね、短パンとかミニスカとかにニーハイとか合わせても可愛いですね。いいです、足ちょっと出して。え、これ例えばファンの子が欲しいです同じのってなったら、はいはい、まあ、うちで頑張って10万後半かなってまでは落とせるかなって。え、ガチですか。こんななんかオーダーメイドみたいなしたことないからめっちゃ不安だったんですけど、だって皮から見て、はい、しかもこの形もその場にあってこの形でって言ったわけじゃなかったから結構不安だったんですけど、こうしたいああしたいっていうのでいろいろねデザインとかを出していただいて、でじゃあこれで長さはちょっと足したいとかいろいろわがまま言って、でもリバーシブルは提案してくださったんですよ。はい、ね、なんかこうすればいけるよみたいな感じで言ってくれて、このムートンだったらもうリバーシブルにしないともったいないんだよね。いや確かにもったいない。え、でもなっちゃんに昨日かなちょうど会ってたんですよ、はいはい、で明日ピックアップするんだって言ったら、え、早って言われましたよ私まだ打ち合わせしてないんだけどみたいな、え、そんなスピードできるのみたいな、めっちゃ何ヶ月もかかるんじゃないのとか、いや、なんかちょっと急いでいただいちゃってみたいな。そう、ちょうど明日かイベントなんですよね、私が。だからファンの子たちに直接見せたいなと思って。いいですね。そう、まあいい感じに仕上がるだろうから、お揃いのもの欲しいなっていう子がいたらなんか
ね、わかんないけど、そう、勝手に言ってるだけなんですけど、お揃い作ってくれる子いたらなとか言って思ってて、思った以上に良かったから、多分これ本物見た方がいい気がする。絶対いいですね、ね、これ。でも本当に実際それで欲しいっていう人がいたら受注生産みたいなできるもん。できますよ。価格はまあ予想談で、まあちょっと20万切ることはお約束してみたいな。おーすごい。だからこれちゆチャンネル見てる人でお揃いにしたいって人がもし奇跡で現れたら概要欄からどうにかできるようにしておきますね。まあ本当に気に入ってもらったらって感じだけど、はい、同じぐらい気に入ってくれる方がいたら皆さんの手元にも届けられるようにお値段お手頃でちょっとお願いしておこうと思うのでぜひ手に取ってみてくださいということで、ご視聴どうもありがとうございました。これが好評だったら春にも何かが起きるかもしれません。ご期待くださいということで、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。